さないように街へ出てみたり忙しくしたり誰も知らない場所へ、行こうかと考えてもみたけど会えない時間も一人で忘れる努力するより胸の痛みを慰めてくれるそれだけの人でしかなかったんだねと元気をくれるけれど誰にも見せない部分で素直にうなずけないままどこかで彼をかばって反発している寂しいけどThank you.